はい、どうも皆様、おはこんこんミスキックバスターです。花の少女と騎士物語やっていきましょう。さあ、不自然な話。どうしてアンマルチア族はザベート山に住んでいるんだ。寒いし不便そうだし、いいことなんてあるのか。なんでって、そんなの知らないよ。みんなだって自分の故郷がそこにある理由なんて知らないでしょ。まあそうだけど、否定できないね。ザベート山はクルメンといってな、移り住んだ地という意味がある。子供の頃からザベートさんには近づかないよう教育を受ける。人目につきたくない理由がアンマルチア族にあって、彼らがフェンデル人をそう教育されるようにしたのでは。アンマルチア族の里がここにあることを知らなくても、その話はなんだか不自然ですよ、教官。なるほど、今更になって気づくとはな。まあ大人になってもね、勉強することっていうか身につくことなんていっぱいありますからね。そんじゃあもう大丈夫かな。 OK ですね。じゃあパスカルの家に向かいましょう。家じゃなかった、パスカルの部屋ですね。入ります。お邪魔します。お邪魔しますっていうか、パスカル的にはただいまかな。私の部屋が、あれ、なんかボロボロになってない？片付いてる。あ、そっち？これで、これで片付いてるんです。同じこと言われた。違う。何よこれ。勝手にこういうことされるの困るな。パスカルが最後にこの部屋に戻ってきたのっていつなんだ。3年前くらいかな。3年前。それだけ開けてたら文句は言えないと思うが。まあ確かにね。やっぱり誰が片付けたの。クリアス関連の研究記録が全部なくなってるよ。マジか。誰かがパスカルの研究を使ってフェンデル政府の実験に協力してるってこと。だからあれか、あの闘技党の連中とか武器持ってたってことなのかな。クリアス、それが誰かだけど、オサに聞いてみるのが一番早いね。絶対知ってるはずだから。オサ。オサというのは里で一番偉い人のこと。そうそう、いつから生きてんのか分かんないくらいのばあさま。お約束でしょ。まあね。というわけで悪いんだけど、はい、今度はオサのところに行くからよろしく。了解っす。なんかある。お、やった、シーナの。お、ミルク。ディスカバリーロボットペット。へえ、好みをどうぞ。今日の晩ご飯どうしようかしら。カレーばかりだとアスベルをひいきしてるみたいだし。そうだソフィー。どうしたソフィー。今日はあなたの好きなカニ玉はどう。シリア、あの動物動いた。パスカルの作ったおもちゃでしょ、放っておきなさい。待って、ちょっとソフィー、今日の晩ご飯。教官、ちょうどいいところに。晩ご飯は何がいいですか。好物を言ってもらって構いませんよ。では鯛茶漬けはどうだ。あ、いいね。材料があるか見てみますね。でもやっぱり教官の好みって渋いですね。やっぱり。いえ、渋くて素敵って意味ですよね。俺に聞くか。相変わらず本当仲いいなこのパーティーは。さあ、オサってのはどこにいるんだ。階段の下が長老と。ほらー、長老、行ってきます。おー、あ、向こうか。おー、あ、ごめん、なんか光ってんのがすぐ目に入っちゃった。うわー、すごいね。おーい、ばあさまいる？あれ、誰？そんなに大声を出さずともちゃんと聞こえておりますよ。はい。おー、ポワソン、久しぶりじゃない。パスカル姉様、部外者を里へ連れてくるのは困ります。掟破りですよ。固いこと一個なし。ばあ様は奥にいる？ちょっと聞きたいことがあってさ。パパ様はもうしばらく前から人前で話すのをやめております。何？パパ様とお話をしたいときはうちを通してくださいな。はい。まあ、あんたは将来のオサだし、
今からバー様の代理をやって準備しておくのもいいかもね。そうそう、私たちを H の蔵に入れて。 H の蔵？H の蔵ってのは大昔からのアンマルチア族の記録や知識を蓄えてある記録庫のことだよ。へえ。いろいろやばいものがあるみたいで前から入ってみたいって思ってるんだけどね。その動機はまずいな。ん？どうだいポアさん。お母様が言うには H の蔵はオサ以外のものは何人たりと入ってはならぬだそうですよ。ありゃー、マジか。それを何とかしてくれって言ってんの。相変わらず硬いな。パスカル姉様の方が柔らかすぎるんですよ。ポアソン、ウェンデル政府がバルキネスクリアスの実験を進めてんの知ってる？もちろん知ってますよ。それがどうかしましたか？どうかしましたかじゃなくて、あれ放っておいたらまずいよ。すぐに実験をやめさせないと。うちやババ様の元には全て順調という報告しか来ていませんが。うん、順調に行くとまずいってことなのかな。パスカル的には肝心なことが分かってないって。あれって私の昔の研究がまんま使われてる可能性が高いの。でもね、私のその研究は途中でやめちゃったの。完成させなかったのよ。エレスの抽出まではできたんだけど、一定出力を超えた時の調整がどうしても制御できなくてさ、バルキネスクリアスなんかにあの気候をそのまま使ったらとんでもないことになるかもよ。その力がそのうち敵になりそうというか、そんな気がするんですけどね。どうだい？ベンデル政府のやることにアンマルチア族が直接口を挟む権利はないそうです。あれ、だったら窓口になってるのは誰なのか教えて、そいつから話をつけさせるから。私の研究を持ち出したのも多分そいつだと思うしさ。その件を担当しているのはフーリエ姉様です。フリエ、はいはい。お姉ちゃんだったんだ。お姉ちゃん、なあ、三姉妹か、この三人は。お姉ちゃんは今どこ？里にいるの？なんか町の人に聞いたらいないみたいな話してたんですよね。しばらく前に里を出て、今は自分の研究所を構えてますよ。自分の研究所、すげえな。そんなことになってたんだ。じゃあその場所教えて。ちょっと行ってくるから。ザベートから里へ来る間に分かれ道になったところがあったのに気がつきましたか？はい、気がついてました。フーリエ姉様の研究所はその分かれ道を進んだ先ですよ。なるほど。ありがとう。てなわけでごめん。私研究所へ行ってみるね。いいよいいよ。ここまで話を聞いた以上放ってはおけない。バルキネスクリアスの所在を突き止めるのはリチャードを追うことでもある。だから俺たちも一緒にそのフーリエさんのところへ行くよ。みんなありがとね。じゃあ出発。さあ行きましょう。とりあえずなんか光ってたやつをゲット。よし、じゃあ戻りますか。戻るっていうか、まああれですね、研究所。アンマルチア族の里出てザベート山をちょっと分かれ道みたいな感じで渡るとあったんですね。体力的にはどうかな。回復しなくてもいいか、なんとかなるだろう。ちなみにさっき手に入れた種っていうのはラントで植えられるんですよね。なんだなんだ君は。困った。よしさん、深刻な顔して力になれることなら協力しますよ。とあるサンプルの回収を頼まれているんだが、これがなかなか手に負えなくてね。手に負えない？他機材に利用できるコアパーツだけ届ければいいんだけど、パスカルがいればなんとかなるはずだ。あたし？何か回収できない問題でもあるんですか？まあ見ればわかるさ。詳しくは依頼があるからそっちを見てちょうだい。何？もうちょっと待っててくださいね。ちょっと待ってくださいね。やってきます。ちょっと待った。なんだい？ストップストップ。なんだよパスカル。
か依頼を見たらフーリエからの依頼で、私の隣の部屋から実験サンプル持ってきてくれないって言われて、ただパスカルがなんか罠仕掛けたらしくて取れないっていう風に言われて少しでも衝撃を与えたネバネバの液がドバーってなって、一瞬でぐるぐるのギチギチ全身がんじがらめの出来上がり。どうしてそんな危険なものが設置されてるの。本当だ、お姉ちゃんと喧嘩してさ、その嫌がらせでやったの。壮絶だな。そうでもないよ、アスペだってあったでしょ昔はさ。いやさすがにそこまではパスカルだからできるって感じですね。シュシュッとポン、よし取れた。ほい、これで完了。誰かちょっと羨ましいな。喧嘩、家族と喧嘩なんてしたことないから、フレデリックだけだったから、だけだからな。あーそっか、兄弟がねいないもんね。ん？ヒューバートが嫌なの。アスベルがポカンとしてる。オッケー、というわけでこの依頼もちょっと報告して、お、一人っ子。へえ、そっか。んー、オッケーオッケー。まあ、とりあえずこの依頼報告して研究所向かいます。さあ、多分研究所の前に到着しました。ヒューバート道に迷う。こんなところでもたつくわけにはいかない。皆さん急ぎましょう。うん、誰もいない。道に迷ったんでしょうか。まったく、これだから彼らと行動するのは嫌だったんですよ。兄さん、ソフィー、シェリア、パスカルさん、マリックさん。そんな、彼らの身に何かあったのか。こうしてはいられません。急いで探さないと。弟くん、どこ。パスカルさん、パスカルさん。お、弟くん、走っちゃダメだよ。うわ大丈夫？走ったら危ないよって言おうと思ったのに。だったら早く行ってほしいですね。それより皆さんは、はぐれた皆は無事なんですか。はぐれたって、それはこっちのセリフだよ弟くん。ですよね。気づいたらいなくなってるんだもん。びっくりしたよ。何を言ってるんですか。僕はまっすぐ進んでいましたよ。うん、まっすぐ別の方向に進んでたね。納得できない。慣れてない土地だから道を見失っちゃうのも仕方ないよ。さあ、向こうでみんな待ってるよ。行こう。珍しいヒューバートがこんなことになるの。いないかな。よし、じゃあ行きましょう、スニーク研究所。おー、あーすごいね。なんかスニーク研究所、ここがお姉ちゃんの研究所か。こんな立派だなんて思わなかったよ。やっぱりお姉ちゃんはすごいな。ねえパスカル、お姉さんってどんな人。ちょっと気になるかも。年は私の一つ上。一つ上。昔から何でもできる、ね、23か。いろいろなことに手を出してたよ。私はそんなお姉ちゃんに憧れて何でも真似してやってたんだよね。お姉ちゃんだったら話をすれば分かってくれるよ。信頼されてんだね、随分。バルキネスクリアスがあるという可能性はないですか。ああ確かに、それだと話が早くていいけど、さすがにどうかな。とにかくお姉ちゃんに会ってみようよ。だね、とりあえず入りましょうか。僕が、ん、何、僕が殺します。随分と武装なスキットですな。エンゼルに入国してかなりの時間を費やしたが、なかなかバルキネスクリアスにたどり着けないな。弱気な発言は控えてください。全体の士気が下がります。だがこうしている間にもリチャードが苦しんでいる気がしてならないんだ。リチャード国王が苦しむ、理解しかねる言い方ですね。リチャードの行動にはきっと何か理由がある。あいつが望んだことじゃないと思うんだ。言っておきますが、一連の行動の理由がどうあれ、リチャード国王が止まらないのであれば、僕が殺してでも止めます。ヒューバート、納得はできないが、お前がそこまで言うのなら俺が何としてでもあいつを止めてみせる。この先の結果がどうあれ、罪は僕が背負います。
兄さんに友人殺しは似合いません。まあ確かにですね。アスベルはそういう性格じゃないですからね。一回まあそうだよね。何これは。でも一直線っぽいな。一方通行っぽい感じだけど、部屋が何個かあるのか。開かない。緊急エレベーター。嫌な予感するねこれ。なんか敵そのうち出てきそうじゃない。どこにいるんだろう、姉さんは。あ、歯車。オッケー。じゃあちょっと着くまでカットしますかね、これは。カット。うわー、敵いるじゃん。なんかちょっとした仕掛けあるんだけど、なんかですね、あのパズルみたいな、倉庫版的なパズルを揃えて、全部揃ったらなんかゲートが開いて先に進める的な、あったんですよ。めんどくせえな、マジかよ。お姉ちゃん、なんでこんなとこ敵徘徊させてんのさ、マジで。この剣の前に敵はない。なんかちょっと待って、スキットが出たんで、それを見、さあそうだ、スキット見ます。ちょっと憧れだったっていうスキットですね。新しいホルダーかっこいいね。このモデルは学生時代から憧れだったんだ。マジで感心せんな、ハスベル。どうして。物に頼りすぎると己を磨くことを忘れてしまうからな。憧れていたものを手に入れたからこそ頑張るってこともありますよ。まあそれも昔はそんなものを使わずとも剣豪と呼ばれた歴戦の剣士が多くいたのだ。時代は変わったな。どんどん便利になる一方で、使う人間がふぬけになって、シュート目みたい。まあでもそれはわかる気しますね。ちなみにさっきゲットしたのはこれです、プラチナホルダーって。これ結構強いんですよね。防御も上がるんですよ。お、雑談フリーク、あざす。はい、セーブポイントがあったんで、ちょっとここで終わります。まあ、探索で若干時間使ったところもあるんですが、はい、次回はこのセーブポイントの先をやっていこうかなと思います。まだフーリエさんいないのかということで、次回お楽しみに。それでは、バイバイ。